全国の麻雀ファンの皆様、こんにちは。本日はフォーカス M シーズン8第55回戦、56回戦の模様をお届けいたします。実況を務めます田中佑です。よろしくお願いいたします。そして解説は阿久津翔太プロが務めます。阿久津プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士と、この企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは本日出場する4名を55回戦の座順とともに紹介していきましょう。ちっちゃスタート二階堂明、なんちゃスタート渡辺英吾、シャーチャースタート佐々木久人、ペーチャースタート一つ井真也、以上の4名で行います。それでは54回戦までの成績表がこちらです。第3位に6戦を終えてプラス211ポイント佐々木久人、第11位に6戦を打ち終えて 62.8 ポイント二階堂明、第12位に4戦を打ち終えて 61.4 ポイント渡辺英吾、そして第20位に4戦を打ち終えてプラス 7.0 ポイント一つ井真也。それでは対局場の準備ができたようです。フォーカス M シーズン8第55回戦東杯の開始です。なお、ルールは一発裏ドラ、赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。アクスプロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、55回戦、トーン1局スタートして、ドラは9ピン。さあ、親番、秋の手牌は、ドラの9ピンが統一。ソーズでも一面使完成、整ってますね。はい、そして、なんちゃっていい、ね、鍋の手牌、ハックとシャーが統一。ソーズで一面つ。第1ではトーンから。シャチャ、佐々木の手牌は、赤馬が1枚、統一が多いか、ペーチャー1つによって、はい、こちらも統一が4組。シートイツに来そうですね。一応メンツ残した。第1打は初から。やはりこの秋の手配が、ソーズのこれで3面ジャンケンも形ができて、ね。問題はピンズのリャンカンがどうなるかと、はい、あとテンパイの時結構シャンポン、急速キューピーシャンポンなりそうで、はい、その時にあの急速キューピーが残ってるかどうかが重要ですよね。ここで9層を払ってきましたね。はい、あの9と9のシャンポンって、はい、最終形として強そうに見えるんですけど、はい、ただ変化しないので両面とかになかなかなんで、あの今ほぐしましたね。さあ、そして一つ言えばチューンで止まって、おカウマンを払ってチートイツですね。はい、さあカウピンが埋まってイーシャンテン9層の統一落としを見せます。さあ渡辺の手牌はローソーを引いてリアンソー切り、そして佐藤はカンパーピンが入ったドラが使える形。さあ赤ウピンを持ってきて一つ井はどうするか。さあ注目イーシャンテン三層、ここはつもぎりましたね。さあカンチーさんを受けて渡辺もイーシャンテンポンテン取りますか。取りますね。もともと渡辺さんとしては泣きたかったんですよ、ずっと。あの自分の下茶である親のアキさんにプレッシャーをかけつつ、はいはい、あのどんな対応するか見ることで親への警戒度を測るという、で自分のかわしても成就させに行くというプランだったんですけど、ちょっと親泣さんが3層9層9層と早そうなので、はい、ちょっとポンした後怖い状況ではあるんですけれど、はい、ただシャアの統一とかあるんで、あの十分あの守れると、まあ、仕掛けてテンパイ取りつつ親からリーチ来たら、まあ程よいところで降りようかなみたいな感じですね。サリアンピンでここは形を決めましたね。満足形、はい、もう親の現物を優先しましたね、リャンピン。そしてチートイツのイーシャンテンは一つ赤の打点も十分ですね。さあ満足のリアン関係になっている人秋はイーシャンテン一つ層を引いて、ここはリャンピン切り目いっぱい持ちましたね。さあ佐藤も一面つ完成イーシャンテン、さあ4社がイーシャンテンだ、テンパ一番乗りは誰になるのか。さあ渡辺はどうだ、パー層が重なってつもぎり、カンチー層が2枚切れてましたね。さあテンパイが入った、これはペータンキでリーチ、ね、リーチに来ましたね。リーチチートイツ赤赤町はペーペータンキは 3枚山全山だ。さあ秋もイーソー引いてテンパイカンパーワンでリーチ、さあ手がぶつかりました。ドラドラの親の秋、そしてチートイツ赤赤一つい、カンパーマンはあペ、これは一旦チューンから、テンパイ入るとペイは押しそうですね。さ、そして秋のカンパーマンはどうだ、
じゃあハイで2枚使われていますね。リャンソー2枚切れなんでウッパーソー引いたら、はい、ペー切らないか、ヒサトですね、切って闇天下なんですよね。ヒサトさん、はい、それがどうなるかというところ。パーマ積もった、秋のつまがり、リーチ積もドラドラ4000オール。残り山に2枚のカンパーワン積もり上げて、見事大山成就。急走統一落としの判断が良かったですよね、はい、あそこでマンズのカンチャン払ってたらこの上がりはなかったですから、そこが見事な判断でした。さあ秋見事ドラドラの手を仕上げて連チャン、トン一曲一本場、ドラは急走、マンズが多い親の秋。第一打パーピンから、そしてドラブテハイはドラの急走が1枚、そして赤嘘も1枚、ピンズで一目つ完成しているのはシャーチャキサト、そして一つ岩は統一が3組。この手配も秋がやいいですかね。まあ薬配が1個重なれば意見本一行きやすくなるんで、はい、そうなればいいなって感じですね。逆に自配が重なる、もしくはマンズをたくさん引かないと、まあ、この曲上がれなくてもいいやの進行にはなりそうですね。全曲4000オール積もったリードを生かしてってことですかね、はい、さあピンズが伸びてきたのは久渡。これは久渡さん第1弾の3層切りが生きる展開になるかもしれないですね。先切りの3層がいるかもしれません、はい、さあイーマンのポンから仕掛けていったキー、はい、2枚目のイーマンですね。そうですね、プレッシャーをかけつつといったところでしょうか。はい、もう少し順目が遅いとこのイーマンも安全牌として使うためにポンしないっていう選択もあったんですけど、まあ、順目早くて十分上がりもあるんでここは仕掛ける判断になりましたね。3番も引いて手配がマンズと自配だけになったのは親の秋。さあピンズでメンツ完成、ワン目いっぱい。ひとついさんドライチやるとはいえ、はい、自分の、下茶に、はい、親の秋さんがマンズを仕掛け、ちょっとやりづらいですね。さあイーペコが完成したのはヒサトだ。さあ秋はここで2枚入れの白、他の薬杯は全部1枚切れなんで、まあ、別に2枚切れの箱を切っても守備力としては十分。そして渡辺がピンズで一目つ完成してドラの急走を打ってきました。さあマンズのカンチーマンが埋まって一つい、これでいいシャンテン。渡辺はヤンシャンテンですね。さあ赤馬を引いて佐藤はここでウピンを切ってピンズのイーペーコの形を決めました。さあチーマン引き、これはどうしますか。パーソーが2枚、はい、ドラ表示牌と切れてるので2枚見えてるのでカンパス払いに行きましたね。チーソーから、はい、まあ、スーソーも1枚切れてるとはいえスーソーは横に伸びやすいので、はい、まあ、イメージとしてはなんか3層とかウーソー引いて両面2つの形で戦うという構想ですね。さあ赤馬が重なってこちらもペンチーソーを払っていきました。さあイーペコができて天敗、ここは闇天、はい、まあ、スーソの横伸びさせたいという、まあチートイツになったらチートイツにするかもしれないですね。ピンゾ789引いて、さあイーシャンテンはさと、そして天敗が入ってるのは一つい、スーソとイーピンのシャンポン待ち、そしてこちらもイーシャンテン渡辺。さあイサトはどうだ、ここはチューンをつもぎり、一つい、さあイスーソイーピン、これは上がり、はい、イーピンが放たれて一ついの上がり、イーペコ1300の一本場、1600の上がり、ここは闇天の判断がうまく、はい、そしてドラ急走がドラにもかかわらず、はい、カンパー総受けを払った、これが良かったですね。で秋さんとしても一ついさんは転敗気配というような感じでたと思うんですけど、はい、まあ、E ピンぐらいは止まらないというぐらいのバランスでしたね。さあトン2局に移った親は渡辺、さあトランプ手配はマンズで赤含みでメンツ完成、そして佐藤の手配シャーが統一、ドラの E ピンが1枚、ここは薬杯の初が統一、一つい、直風のシャーも統一でしたね。シャーはもちもちですね、はい、あ、違う、もちもち、あ、ごめんなさい、1枚でした、失礼しました、シャー1枚でしたね、はい、はい、こちら一つです。シャーハが1枚。さあ3層がアンコになってペイから来ましたね。少し、はい、そうですね、薬杯が重なれば本一という感じですね。まあ、ちょっと、うん、アンズで完成していいシャンテンですね。一応一つ井さんはめちゃくちゃ遠くに留意層ありますね。あ、ローソーパーソー全部引けばありますね。はい、
めちゃくちゃ遠いですけど。さあ、マンズでメンツが完成したわけ。これはパワーピンを切ったことで後々9ピン9ピンと切る単ヤオのルートを残しましたね。9ピンが1枚切れなのでね、はい、赤ピンを引いた一つ、こちらですね、秋の手牌。やんめんやんめん、秋さん両面天牌、どっちにしろ闇天になりそうですね。ここは闇天と、まあ、トップ目ということもあって、はい、ピンフのみ先天でよし、で大体天牌したら単ヤオとかの変化もあるんで、まあ、その両方で闇天という判断になりそうです。さあ、トランプではい、相続両面に変化、いいシャンテン。さあ、ペンチーソーを引いて、こちらも片一歩前進、ドラの一品が浮いてます。さあ、チューンを引いて、こちらもリアンシャンテンですね。さあ、ピンズの伸びを見るか、見ない。うん、パワーにくっついた時に6チッパイになるという、そっちを残しましたね。さあ、マンズでメンツ完成、ここは両面を固定。久里さんとしては、はい、あのドラがドラを使わないとちょっと安いということで、まあ、赤と赤引けばね申し分なかったんですけど、一応ドラを使いやすくするためにチートイッツの可能性も残してたんですよ、はい、ただ形が良くなったことでチートイッツがなくなった。これは狙い通りのドラキーですね。これでいいですね、はい。さあ、現状いいシャンテンは秋、そして親の渡辺、そしてこちら久里の手牌、テンパイリーチに行きました。 E ピンとシャアのシャンポン待ち、シャアが1枚、そして E ピンは2枚ありますね。一つ、イさんめちゃくちゃ危ないですね。シャア、あ、イーシャンテンになりましたね。シャアが浮いてる形でイーシャンテン。さあ、カンサンピン引いて追いつきました。リーチ待ちはスッチーソー、リーチ赤1、どっちが勝つのか。あ、でも一つ、イさん初2枚切れになったんでこれ初切れますね。二金リーチが入りましたからね。ここで初のトイツに手をかけたのは一つ、イだって今2枚切れのペースら切らずに初でしたからね。そうですね、はい、より安全にと。さあ、そうですね、スッチソーはどうだ、相当いそうだぞ。手牌に2枚使われていて、川にはないないですね。6枚山、スッチソー6枚山ですね。圧倒的に強い。しかし E ピンも2枚あるんですよ。これ E ピンシャアも3枚山、どっちだ、いない。3対6はまあ、あ、1ピンが1枚減った。ああ、もうこれは5分とは言い難い。2対6はさすがに5分じゃないですね。あ、シャアもなくなった。1対 6、これはもう親の渡辺上がりが決まったか。どうだ、いない、引けるか、最数層だ。親の渡辺の上がり、リーチ赤1、裏は乗らず3000、ピンフェイスで失礼した、リーチピンフ赤1、5800の上がり。いや、久保さんめちゃくちゃハイパイ悪かったとこからリーチドラドラのシャーと EP のシャンポン待ち合まで持ってった、はい、手順見事でしたけど結果はついてこずといった一局でしたね。枚数の差に負けてしまいましたね、はい、さあ、トン2局レンチャン、ドラは3ピン、渡辺の手牌はシャーが統一で総勢1面と完成、マンズの形もいい。さあ、佐藤の手牌は赤ウマ統一が多いですね。そして1つの手牌赤ウピンがあります。こちらも統一3組。秋はマンズ一面つ完成、あ、ダブトも重なって、これはいいですね、親の渡辺。さあ、どうするか、パーマン、何で迷ってましたかね。あの、ダブトンはポンしたいんですよ、はい、でもポンした時これ2900にしかならないので、はい、なんか打点の種ないかなと、もうなんかいい判、はい、考えたんですけどちょっと難しいと。さあ、ローピン引いてこれでいいシャンテンですね、はい、さすがにポン点は取りますかね。取りますね、ポンだけ泣きます。一つ言うは統一が3組、タニア方向か。さあ、マンズが伸びた秋、ここはパーソー。さあ、イーシャンテンは渡辺、ポンテンがかかる形。一つ言うはチューンをつもぎり、下秋。さあ、渡辺、トンがあんこになってリーチ、リーチダブと待ち合い、一数万はどうだ、2枚まで切れてて、手牌には1枚しか使われてない。これまたも6枚山、またも6枚山のリーチ。いや、シャンポンには取れないですね、さすがに。ただこれ、はい、久里さんが実は隠れたファインプレーで、はい、久里さん今赤いちゃってドラ受け待ってすごい勝負手だったんですよ、はい、でも実はスリムに構えてるんですよ、もうあの白とか親の現物の、
はい、こうして拍車とか残してスリムに構えてたおかげで、はい、手詰まらなそうなんですよ今。もう親が早いのを予測して自分勝負手だけどスリムに構えるっていうのを実は先にしてました。なるほど、はい、どの辺から見て親が速そうっていう風に見えたんですかね。まあ、ハクの切り出しからパワーワンチーソーと中チャンパイがどんどん打たれていって、はい、かなり普通にまっすぐ進めてる。かつもう7とかがね、あの3から7が早めに切られるっていうのは結構早い傾向にあるので、あ、これは早めにリーチ来てもおかしくなくて自分の手は5点になりそうだと、だったらスリムにした方が戦いやすいという判断を先にしてますね。アキさんも結構同様ですね。あのちょっとスリムに構えてました。こちらの手配ですね、はい、はい、赤が含まれている形ですが後手に回ると思って出ていたと、はい、さあ1寸間2枚減って残り、しかしまだ山に4枚ありますね。一つ井さんなんとか粘りたいけど、はい、切りたい牌どれかがきあの出て安全牌になってくれないとちょっと厳しい。一つ井ですね、うん、さあどうだこちらの手配。まあというか E1 がね、さあ当たりなのか、前進しましたが E1 が出る形になるのか。さあ数万が減ってで残り山に3枚、しかしまた3枚山です。この1数万、さあペン3ピンが入って少し前進したのか。3層ギー筋の3層ギー、さあペーで止まった。お、もうローソー抜きましたね。はい、打てないと、あの打てない牌が多すぎますね、はい、E1 もあるしパーピンとかも全然通ってないんで、このうち2枚ぐらいは通ってくんないとちょっと押し返せないですね。あ、これでイーシャンテンです。佐藤、しかし3層イシャンテには取らず、はい、あの筋のチーピン切るかだけ考えたんですけど、はい、あの切ったところで2枚切れの関数層と9ピン3枚切れの6、9ピンではもう全く戦えないので、あのそれだったらチーピンすら切るに見合わないと。さあこれで親の渡辺の一人旅になったか。残り山に3枚の1数万、積もれるかどうか。いない、6枚山だったんですよね。そうですね、しかしまだ3枚ありますね。まだ3枚十分、残り積も番は3回でしょうか。さあさあ積もれるかどうだ。いない、残り2回。さしさとは現物は筋の1ピン、じゃあ現物中筋のローピンですね。いるか、いない、残り1回。さこれで何王が通った。一つ岩は大丈夫か、ローピンがありましたね。そしてアッキーも現物は1ピン。さあいるか、いない、積もれず6枚山、流局となりました。5巡目の早いリーチ、6枚山もここは積もれず流局。いや4000オール上がってればもう2着以上硬くてトップ争いみたいな感じだったんで、すごい大きかったんですけど、まあしょうがないですね、積もれないものは。もう一回といったところでしょうか。さあ、はい、当2局2本バードラワチーピン、渡辺の手配はどうだ。良さそうだ、これはいいですね、 いいですね。ピンズイメンツ完成、ドラー変わりますね。泣きたいな。さあ久藤はトーンペイ初統一、ここも泣きたいですね。一旦一つ岩統一が二組でやや重たいですね。自敗が多い。どうするか。第一ダウピンから。ここはちゃんた系か。まあ七八九って感じですね。ちゃんたというよりは。さあ佐藤はちょっとトン発からは仕掛けますかね。仕掛けますね。泣いて。はい。まあ自敗一杯切るか三層両層かって感じですね。本一にするか。はい、かわし手にするかっていったところでしょうか。現状ラス目ですからね、順目が早ければ3走2走といきたいですよね。うわ、関数万、大きい数万引いた親の渡辺。いやー、渡辺さん泣くかな。数ワンチーとかローピンチーとか、まあ、数ワンローワンチーローピンチーあたりが候補ですけど。さあ初が出て久藤が仕掛けました、初のポン。さあこれでどうするか。3走嘘です、チュンからいきましたね、はい、ここはかわし手でもいいといったところでしょうか。そうですね、まあ今これで白が重なってもいいですし、マンズがくっついてからまた考え直せもいいですし。さあ秋はドラドラでリアマン切り、この形ですね。さあどうするか。これは一旦 E ピンですね。タンヤを固定。まあ一つ井さんはもう第一だから受け進行ですね、はい、かなり
白向きな進行ですね。はい、さあ3万引いてどうしますか。うーん、チースを切るとかもありますけどね。おドラのチーピン目いっぱいに来ましたね。そっか、ローピンが2枚見えになったんですね。ドラ表と久里さんが切って、はい、もうチーピンの機能が弱くなってたっていうところが大きかったですね。さあこちらはチーピンにくっついたパーピン引き、これでイーシャンテンドラドラの形です。スーピンと9番の安全度比較が今のは一番大きかったですね。スーピンが親の中筋と、親の中筋なだけじゃなくて久里さんも E ピンもチーピンも泣いてないから、はい、まあ、実質2人にほぼ安全みたいなスーピンでした。秋の手配ですね。はい、さあマンズが伸びてイーシャンテン、どっちの両面を固定するか。ソーズの方の両面固定、はい、チーソーがね自分の目から4枚見えてるんで6球ソーだけはもうかなり強く見えるんですよ。そして久里が食い伸ばしでマンズの本位置に向かいました。まあ、構想通りといったような仕掛けですね。さあこちらイーシャンテントントン、さあトンが半個になってテンパイ待ち合わせチーマン、ヤクヤク本一赤いチーマンガンの手です。ただこれ、はい、久里さんの三層両層手出しは、はい、一数層かなり場によく見えるんで、はい、ちょっと本一に渡ったのはケアされそうですね。他の手ですね。はい、さあこれで国士リアンシャンテンは一つ、そんなとこまで行ったんですか。気づけばリアンシャンテンまで来てますね。さあスチーマンはどうだ。川には1枚、手配には2枚、3枚使われてて4枚山、スチーマンもそこそこいますね。4枚は十分すぎますね。そしてイーシャンテンから進まない渡辺、一ついさんは白車 E ピン、 E ピンがすでに場に2枚見えてますね。しかしあでも全部あるな、 ありますね、はい、白に至っては4枚山1切れですね。3枚は失礼しました。さあ白も2枚見えてシャーも3枚見えてしまいましたね。少し後ろ向きか現物の E マン、ただ一ついさんウーワンがもうきついですね。9ピンこれは闇点か、闇点ですね。そうあすそ、これは木の上がり、ピンフイペイコードラドラ8000の日本馬、8600の上がり。いやー渡辺さん痛いですね。一番先にリーチ打てそうな手でしたけど、はい、追い越されて結果8000の方中ですね、はい、これは苦しい。さあトン三局に移って親は久里、ドラはウーピン、久里の手配はどうだ。赤赤赤、ドラのウーピンも1枚ある、打点は十分、はい、これはリーチ行きたいですね。さあ自家製の難が統一は一つい、1日3の3色も見えるか。そして秋第1でアトンからピンズで一目つかんせ、さあ痛い宝珠となったの渡辺、やや重たいか。さあ今局はやはり親の久里の手配になりますね。うん、あとは一ついさんがどうするかですね、はい、これを本手とするかかわし手とするか、仕掛けて行く形もあるってことですか。あの状況としては、はい、今2着争いがメインな状況で、はい、あのこの久里さん あの親を終わらせておきつつ、まあ、一旦2着目に立つっていう時点で上がりの価値も大きいんですけど、ただ本手にすることでその2着争いから抜け出せるというのが大きいんですよね。なので極力本手を目指したいんですけど、はい、どっかで妥協するプランも考えなければいけないという状況です。こちらの手配ですね、現状持ち点は2万600点で3着目、はい、しかも手が微妙に悪い、あの形がそんなに良くないことで、あの守備力もあのちゃんと持たなきゃいけないっていう、結構考えることが多い状況ですね。やりくりの難しい手ですね。さあ両足を引いて一歩前進、はい、そしてイーシャンテンは秋カンチャンですね。さあ3層引いた田辺はパワーアンチ、さあ両マンを引いて一つ移動するか、まあ、数万とかもありますね。お、数万切り、はい、何のポンと3色両方のルートを残すと。さあここで想像の両面を固定、そしてイーシャンテンサットも打点は十分。さあ秋の手はカンリアンピン、そしてマンズのシャンポンやカンチャン受けのイーシャンテンですね。さあ数万が重なってパーソー打ち田辺、もカンチャン両面のイーシャンテン、渡辺さんとしてはちょっともう先手取れなそうなんで、はい、3層先に、前順逃がした
早めに切っておいて、でもうこの形ほぼペン3ピンは払う想定なんですけど、はい、久渡さんにリャンピンが安全 で、はい、で E ピンもワンチャンスということで、まあ後からでもあのリャンピンピンと切れるなら、まあ、残しといていいよねっていう感覚です。さあ自家図の何をポンしたのは一つイーシャンテンです。かわした方向ですね。さあテンパイ管理ンピンのテンパイが入ったのは秋タンヤオヤ管理ンピンはすでに場に2枚切りですね。さあ形が良くなった久渡、うん、秋さん E ピンキルもありましたけどね。テンパイ取りましたね。はい、こちらですね。あ、そっか、パーソーが2枚切れだからパーソーポンができないんですね。パーソーが残ってたら、はい、パーソーポンのウーワンローワン間違い偉いんで E ピン切りもあったと、はい、してたと思うんですけど、パーソーがない分テンパイ一応取っといたということです。さあ3ピンが出てチーしてテンパイ待ちはサブローピン、なんドラ1の手配。さあ3万はつもぎりテンパイが入ってます。カンリャンピン一ピンが重なって渡辺ワンチャンスの一ピン。さあウーソ貫通、ここは目いっぱい。さあカンリャンピンは残り山にはないですね。順からですね。カンリャンピン秋のつも上がりはないですね。あ、もうリャンピン全部見えましたね秋、はい、どうするか。もともと危険牌引いたら降りようぐらいの手だったんで、まあ、次の危険牌で降りると思います。しかしまだテンパイの形はキープ。さあイーシャンテンサと入るか入らない。全然入んないですね。さあテンパイが入ってる一つサブローピン待ち。サブローピンは手牌に2枚、手牌に4枚使われてますね。そして川にはない、残り4枚、あ、川に1枚ありましたね。3枚山のサブローピン。さあこれでイーシャンテンは渡辺目いっぱい持ちましたね、はい、入らない。さあナンは自身でポンしてる牌加冠するか、うん、する価値ありますね。しましたね加冠。さあシンドラは吐く、まあ、一番ねこのナンドラ1ぐらいの時が一番冠しやすくて、はい、まずあの歩が跳ねることによって2600になるじゃないですか、はい、でカンドラ1枚乗れば5200になるっていう2000から5200の上昇があるんで一番感しやすいですね。さあここで渡辺も3万落ちしてテンパイ待ちはリャンウソ。リャンウソ相当薄いですね。久渡さんがもう独り占めしてますからねウソを。さあここで両面になって役がつきました。ウーピンで上がれる形、両ピン上がれる形ですね。単位や、あ、ウーピン重ねてリーチ、リーチ、リーチまで行った。本当ですかこれ。タンヤをドラ5ですよ。リーチですか。いや、まあラス目だからっていうのは大きいでしょうけど、サブロ装置。さあリャンソーが出て渡辺の上がり、タンヤをドラ12000上がりになりました。いや、このリーチすごいですよ。すごいですね、あのリーチは。はい、だってサブローソー結構川に切られてて、はい、うっかり切られてもおかしくない牌でしたから。自身インパチありましたからね。1万8000ありましたが、はい、リーチに来ました。いや、久渡さんらしいリーチでしたね。さあトーン4局に移ってドラは9ピン、ドラの手配はピンズの1通が見えるか、ドラの9ピン画面に出てきます。さあ打風のトーンが統一は久渡、イーペーコの形は完成してましたね。マンズで、はい、チートイツのイーシャンテンでもあるんですけど、はい、まあ、テンパしたら取るけどできればチートイツじゃなくてメンズテにしたいですね。さすがに1600はやってないと。あ、まあほぼリーチするんで、はい、リーチチートイツにはなるんですけど、まあ、形がねこういいんでメンツテのが。それでメンツテにしましたね。イーシャンテンです、はい、チートイツはね柔軟性はあるんですけど、はい、どうしても短期待ちっていう弱点があるんで、はい、最終形ができればやっぱり両面リーチの方がもちろん強いですからね麻雀は。さあ関数マンが入って一つい前進か、しかし他の形がやや悪いですね。今切り打点がなさすぎて、はい、一応一通残しとくかどうかも考えましたね。なるほど、マンズの一通も残すかといったところで今切ってそこは見切りましたね。はい、こちらの手です。さあピンズが両目になった、ペン3ピンを払っていく、想像の両面ができて秋はペイ。さあドラの9ピンを引いた渡辺、ピンズが多い形。さあここでテンパイリーチに来ました。佐藤リーチペーコー待ちはスチッソ、場に2枚切れて手配には2枚使われてますね。残りが山が4枚。さあ4枚山のスチッソ一発あるか、
ない。さ、ハツがあんこになった一つい、イーシャンテンですね。現物のチーピン、ハツがあんこにならなかったら降りる選択もあったんですけど、はい、あんこになったことで、まあ、ゴーサインですね。ある程度は押したいと。さ、こちらも打点は十分、赤ウピンも引きました。現物はリアンソーや3万がありますが、急走ワンプッシュする価値はあるけど、結局その後ピンズにくっついたらリアンソーイーソーと、久保さんリアンソー現物で第一打がリアンソーだからイーソーも切りやすいと、大体落とすターズだから、だったら急走勝負する前に払おうねっていう判断です。さあ、こちらの渡辺ですね。ここは一旦3万、現物の3万来ました。もうかなり折りですね。3万 E1 どっちも現物だからそこを落とそうという。さあ、赤嘘を引いた一つ湯は急走プッシュ。渡辺さんはもうかなり2着狙いにシフトというか、はい、もしね、マンガンクラス上がればトップ争いも見えてくる手だったんですけど、はい、それよりも久里さんに補充して3着へ4着へうっかり落ちるのが痛すぎるという判断が見えますね。こちらですね、自身はドラドラ赤、打点は十分ですが、はい、いや受けの進行か。さあ、通ってないウーピンですが切りました。イーシャンテン、秋もイーシャンテンなんですね。単品赤、しかもあの切る E1 が、現物なんで、はい、全然戦えますね。Cテン取りますか。取りますね、トップ目ですし。さあ、ウーソーで止まった一つ。いやー、5も7も切りづらいってことですね。ソーズちょっとこれは難しい。あの数ワンが取ってて一旦筋のチーワンっていう話もあるんですけど、はい、それも形が悪い上にウーソーかチーソー切らなきゃいけない。あ、でもチーワン切った、筋のチーワン、はい、じゃあテンパイしたらソーズどっちか選ぼうということですね。さ、ピンズが増えてきた。渡辺テンパイですか。あ、ペンチーソーのテンパイ、フリテンですけど、はい、テンパイですね。そうですね、イーペーコードラドラ赤、これでもうチートイツか。3ワン2ワン初あたりを切ってって、うっかり万が一チートイツ先輩したら嬉しいなというふうにすると思いますね。これは一つ。さあ、3ピンでどうするか。3ピンだけじゃなくてウーソーかチーソーどっちか押さなきゃいけない、はい、しかも形悪い。ちょっとこれは厳しい手に見えますね、親とはいえ。3万、はい、チートイツですね。まあほぼなかなか転廃しないですけど、はい、うまくいけばと。さあ、渡辺振り点ですが、ペンチーソーのテンパイが入っています。チーソーはどうだい。ありますね、1枚ありますね、チーソー。いやー、これ現物の急走を切るか考えてますね。現物の急走、ここはテンパイを崩しました。スーソー当たりでしたね。当たりで入りでしたね。あ、チーソー重ねてチートイツ前進、イーシャンテン。おっと、来ましたね、粘りがありますよ。アキさんもローソー中筋だから切りやすい。スッチソー相当減りましたね。1、2、3、4、5、6、7、残り山に1枚スッチソーか、1枚しかない。あー、なくなったスッチソー。一旦ローソーを切る価値があるのかどうかって感じですね。中筋ではあるんですね。まあ、リアンソー3層の方が安全ルートではある、はい。あ、スーピンウーピンでもいいと。あ、そうか、スーピンウーピンの方がいいですね。ウソウッパーソーのイーシャンテンできるから、イーシャンテンをキープしながら安全配ですね、うん、どっちもスーピンウーピン通ってました。渡辺もここでスーピン中抜いて完全に撤収か。さあ、チートイツイーシャンテンは一つ、こちらもイーシャンテン秋裏目の形ですが、イーシャンテンはまだキープ。さあ、下とのスチーソーはもうすでに山にはありません。さあ、テンパイできるか、一つい。残り相撲盤は、残り一巡となりましたね。さあ、白は現物なんですが、あ、もう数万置いて、抜きましたね。絶対と。さあ、最後一ついがテンパイできるかどうか。どうだ？できず。最後、秋が切って、流局。本4局は流局になりました。久里の1人転敗。久里さん、なかなかリーチは打ててる状況なんですけど、はい、上がりがなかなかね、遠いですね、見つかないと、はい、いう感じですね。さあ、55回戦難入してドラは急走、親の秋の手配はどうだ。
ドラの急速が1枚、あ、2枚ありますね。ドラドラだ。これ上がればかなりトップ逃げ切りやすい点差になりますね。しかし他の形はやや苦しいですね。まあ、役牌重ねたいって感じですね。白が統一、ドラの急速が1枚、こちら渡辺って、はい、関数マン第1つも、カンパーピンが第1つも、飛車と、ピンズで2面使わせて、初が統一、1つ、形は整ってますね。お、関数ピン、カンちゃんが埋まってきますね。これで役牌重ならなくても上がりが見えますね。かなり、この一巡で一気にみんな手が進みましたね。さあ、掃除で両面系、しかしドラは急速ですね。お、メンツが完成、一歩前進。なんなら差し子まで見えてきましたね。打点もつきますね。すでにドラドラですが、はい、さらに手役も。さあ、佐藤はここで、リャンソー切り。さあ、6万貫通は一つい。もう一手進んだら貫って感じですね、一ついさんは。さあ、渡辺、白が統一。ドラの急走が打てます。さあ、一手進みました。ここで勘ですね、おそらく勘になりました。6万のアンカン、シンドラはローピン。さあ、リンシャンパイはここはチーピンつもぎり、イーシャンテンです。お、差し子、いや、これは嬉しいですね。数万匹。さあ、赤嘘を引いた渡辺、どうするか。6万のアンカンされてますね。それでマンズの伸びはもう無理と。ドラドラだ、久保さん。シンドラのローピンが統一。あ、そうですね、シンドラローピンが統一重なりましたね。さあ、渡辺はやや苦しいですね。さあ、久保はドラドラ、イーシャンテンです。チーソー目いっぱい持つか。持ちましたね。初はすでに場に1枚切れですが、お、こちらもイーシャンテン。まあ、カウアンはチーするとして、マンガンなんで、はい、黒い方のウーアンチーするかどうかですね。5800の一本場で強卓一本、はい、それでも逃げ切れそうではありますけど、免税で転廃したら破壊力が桁違いですからね。ハネマンからみたいになってですからね。まあでもウーアン泣きたいな。今1枚切れで次2枚目ですからね、ウーアンは。サブローソーはもちろんスルーしたいですけど。さあ、一つローソーを挟まってどうするか。一つはポンテン取りますか。取りますね。もう取らざるを得ないって感じですね。なんか取りたいというよりは渋々取るって感じです。さあ、渡辺はちゃんと方向か、イーマンとスーマンを入れ替えました。さあ、大物手のイーシャンテンは秋どうだ。は、初だ、出て泣かず取らず。そして渡辺からリーチが入りました。関数層引いてリーチ、ドライチ、マチャペンチー層。一つ、チー層が危ないか、入り方によっては。危ないですね。だって初ないですから、チー層引かない限り、もうチー層ですよ。リアンパー層引いたらもう自動的にチー層です。さあ、一つ、どうだ、トン、一枚切れ。これは切りますね。むしろなんかこの紙視点で見てる我々としては、はい、一ついさんはもはやあの危険牌引きたいですね。そしたら初初になるんで、もう危険牌引いて降りてほしいですよね。降りないと補充ですね。補充ですね。ほぼほぼ。さあ、そしてアッキーもイーシャンテンをキープしてます。あ、しかもチーソーない、佐藤さんが統一だから。あ、もうすでにないですね、順からですね、はい、このチーソー。もう一ついさんに残されてるのはもう降りるか補充かの二択ですよ。天牌だ、カンチーピンリーチ。あ、でもこれで一つ井さん降りやすくなった。リーチ、ドラドラ、イーペーコー。このリーチに救われる。まあ3枚切れだからまだシャーバー切る。いや、転廃したらチーソー勝負するかどうか。さあ、秋もイーシャンテン、そしてカンチーピンはどうだ、山に1枚か。そうですね。残り山に1枚、カンチーピン。そしてチーソーはすでにない、順から。さあ、まだ筋のチーマンですね、こちらは。現物で筋のチーマン、久里には筋、まあ、しかもローワンアンカンと。さっきもまだイーシャンテンをキープしてます。テンパイが入ったら押すのか、スーピンを。うわ、でも一つ井さんこれ、はい、今思ったらリャンソーチーしなかったんですね。あ、チーテン取らずでしたね。あ、まあ、チーして初初って切るルートがあったんですよ、はい、これ取らなかったってことはやっぱ勝負する気だったのかな。なんかチーして初初でもよかったような。あ、テンパイだ、ス
ウーピンは？いや切らないですね。ウーピン何枚見えですか？ウーピン3枚見え。ワンチャンスなだけでは切れないな、兄貴に対して。リャウンソーは現物ですね、町のリャウンソーは。しかしこれは絶対おります。おりましたね、はい、3層。なんでかっていうと、アキさんとしては流局して、はい、あの連チャンするより別に流してもいい状況なんですよ、親をぐらいの状況なんで。もちろん上がれた時だけ大きいですけど、テンパイ自体にはそこまで勝ちないんで、はい、そんなので2件リーチにスーピンを押せないですね。さあ3分で流局になりました。なんちゃ渡辺シャーチャイサとの2人テンパイで流局。いやー、ひとついさんがね、はい、リャウンソー引いたら、いやバソー引いたらどうだったか、まあ、2件だったらどうだったのかなってところが見たかったですね。まあ、ウーソー引きだったら初圧って切ってテンパイ復活しやすいんですけど、はい、リャンソーパーソーだったらどうだったのかなっていう感じでした。さあ流局して何2局2本馬ですね、はい、巨峰拓立坊が3本、ドラは数ピン、さあ赤ウーマンが見えてピンズで一面つ完成。はい、まずまずといったところか。はい、第1打は9走から渡辺さんは2着争いシフトしてたとはいえ、はい、ここ上がればトップかなり見えるんで、ここ上がりに行きたいですね。しかも強託を秋さんに取られないんですけど、はい、久里さんが一つ以下に取られるとかなり自分の2着の座が危うくなってしまうので、はい、取らせたくないという意味でもここは上がりたいところです。赤ウソでメンツができている一つ、そしてこちら直頭のペイがトイツでドラーカー連3ピンを払っていきます。いや、このスリムいいですね。3ピンがドラ表示かつ2度受けということで、はい、まあ、2ピン1ピン払って別のところでターツ作った方がいいよねという判断です。さあ、ソーズが伸びたのは一つ、2万切り、ここでペン3ピンのターツを払い切りました。さあ、両面ができて渡辺どうするか。9ピン切り、はい、やっぱりさっき言ったように上がりの価値が大きい分、はい、あの手が進まなかった時に単ヤオの仕掛けができるように、はい、できるだけその9とかは切っておきたいですね。さあ、ローソー引き、ピンズは一旦3ピン切れましたね、うん、ドラが数ピンじゃなければ悩まずに3ピンとかローピン切れるような状況だったんですけど、ドラ数ピンなだけに迷いましたね。さあ、パーピンやや裏目か、このパーピン、しかし残してキープ、ピンズの4連携を残しました。さあ、E ピン引いてメンツ完成、1日3の3色 E シャンテンだ。さあ、ソーズをまた引きました。一つどうするか、まあ、ローピン切って一旦 E シャンテンに構えつつ鎮逸のルートも見るみたいな感じになりそうですかね。そうなりましたね、ローピン切り、あとはソーズ何を鳴くかという間もあったと思います。どこから仕掛けようか、まあ、3層地位が一番しやすくて、はい、まあ、パーソーチームもしやすいですね、まだそんぐらいかな、そこまでぐらいですかね。チーソーチームもしやすい、三層チーソーパーソーはチーですね。さあ、ドローンスーピンつもぎりポンが声がかかったのは秋ドラポンです。いや、これドラポンの上に赤ウピンです。ピンズ445の形からポンして赤ウピン、もう圧が尋常じゃないですよ、これ強烈ですね、はい。さあ、渡辺は一旦パーピン手がかかりましたが考え直す。いや、これパーピンはアキさんの現物で、はい、テンパイしてないと思えば今のうちにアキさんの危険牌処理しておきたいんですよ。なんでかというと上がりの価値が大きいから。さあ、ペイが出てポン、イーシャンテンです。アキ、いや、でもターチャからしたらもうマンガンテンパイ普通に入ってそうだなって思ってしまいますよ。もちろんテンパってない可能性も十分あるんですけど、はい、恐怖でしかないですね、これは。勘せず、まあ、トップ目ですからね、はい、むやみに勘ドラを増やせず数ピンはつもぎり。さあ、3層重なってイーシャンテン、お、両面を嫌いましたね、パーワン、はい、あの今通ったパーワンですね。なるほど、もう安全と取ったところですね、はい、あのテンパイすれば勝負なんですけど、はい、イーシャンテンから切っていいような状況ではないという判断ですね。いや、渡辺さんは勝負してる、来ましたね、ローソー無筋ですが、テンパイ、カンローマン取りました。さあ、リハンソー引いて、ちょっと状況が変わりすぎてますね。イーソー切りですか、今通ったし、あの目いっぱいにできるし、さすがにここから鎮逸は難しいですかね。まあ、パーワンは今通ってるとはいえ、はい、もう地位されてさらにきつくなる可能性もあるし、 G1 がそもそも通ってないしで、
ちょっとこれは急ぎになりそう。あ、急走切りにした。なるほど。そうですね、もうこれは、はい、まあ、テンパイリーチに行きました。渡辺、あのイーソー切って、はい、スッチイーソー引いた時ってウーソー切らなきゃいけないんですけど、はい、ウーソーがあまりに危険すぎて切らないから、ウーソー切らない前提の進行ですね。さあ一つ目もテンパイリーチに行きました。さあ一つ目はリャンパーソーですかね、待ちは。はい、そして渡辺リャンウーソー待ち、受けがかぶってる。リャンソーはすでに山にはありません。いや、ただもうこれアキさんが完全に手詰まってるので、はい、次もう今のローソーですら一つ井さんには無視じゃんで、これリャンソーかパーソンの統一落としが選ばれる可能性ありますね。そうなるとリャンソーですと渡辺の上がり、パーソーだと一つ井の上がりになりますね。まあ選ぶならパーソーっぽいですね。こちらアキどうなるか。ローピン片方には現物、うん、しかも数ピンポンしてるからローピンですね、はい、これは切りやすい。まだ数ピンしかも4枚見えか、自分で切ってるのもあるから。リャンパーソーはリャンソーはすでになく、そしてウーパーソーが1枚ずつ。あ、でも3番通ったのか。はい、3番現物ですね。じゃあ3番ローワンって切れますね。ローマンからローワンからってことは、はい、ちょ中筋ではあるんですね。結構見てるってことですよね。そうですね、安全通ってる3番で、あ、パーソーツモ高めのつまがりリーチツモ単用イーペーコー赤い地2000-4000。しかもリーチ棒が今あの渡辺さんが出したのも合わせて4本。4本ですね。いや、めちゃくちゃ大きいですね。大きい上がりになりましたね。これ2着になるどころか渡辺さんにちょっと差をつけるようなぐらいの点差になりましたかね。結構差あると思います。さらにオーラスの親番も残ってるんで、一つはまだトップも狙えますね。さあ南三局に移ってドラワシャー里の手配、苦しいかこちらの手配。いや、もうなんか君たちばっか楽しんでというような久保さんでしたけど、ハイパイ開けたらこれかって感じですね。ですね。まあでもここから頑張るしかないですね、このハイパイで。でも先ほども、はい、あのドラとシャーのシャンポン待ちした曲ですか、久保さん、はい。悪いハイパイからしっかり仕上げたんで、全然ねこのハイパイからもしっかり戦っていくと思います。まだまだ。はい。ね。これは目一杯したいですね、一つさんは。形はいいですね。さあ秋の手早も単野経過、そしてドラドラ赤。打点は十分渡辺。統一が多いですね、やや。渡辺さんはシャアがお高瀬なんで、はい、まあ、なんとかリーチに、リーチというか面前で仕上げるしかないですね。さあいいシャンテンになったのは一つい両面両面の形。こちらの形です。サブロッキューマンの二度受けではありますが、両面両面のいいシャンテン。さあ3ピンも重なって統一が増えた秋。そして苦しい里はどうだ。統一が増えましたね、統一3組。もう完全に目いっぱいですね、久里さんは。ちょっとそれぐらい速度優先しないと間に合わないと。秋も統一が増えて、4社ともややゴツゴツした形になってきていますね。まあただ秋さんはもうほぼメンツなんで、はい、安全牌引くたびに3層だったり1層だったりを切ってスリムにしていくというような手ですね。こちらの形ですね。そう、メンツ完成で1層切って両面固定。さあ、想図が伸びて渡辺どうするか。お、もう形を決めましたね、想図。三面ちゃんを固定。さあ、一品はつもぎり。さあ、赤オピも引いて、ドラドラ赤、イーシャンテン。さあ、統一が増えた人と。一つにもいいシャンテンです。両面両面。やや裏目か、このいい両ピン引き。どうするか。振り点受け残すもあるけど、両ピン切りでも良さそう。残して3層。想像の両面固定しましたね。あ、このローピン、ちょっと痛いか。さあ、いいシャンテン一つに入らない。頭いっぱい持ちます。さあ、イーシャンテン、渡辺、シャンポンと三面ちゃん。お、もうチームを切って形固定しましたね。まあ、そうですね、固定する前提の数ピン切りでしたからね、はい、固定しないんだったら、まあ、チーワン先だったんですけど、はい、まあ、3ワンのくっつきも残ってる分、
もうこの形で勝負しようと。サドラのシャアが今1枚開けるからつもぎられましたね。そろそろ久里さんは形式転敗向かいたいですね。もう泣いてちょっともう準備的に面前で転敗しきれるか怪しいです。こちらですね、佐藤まだ苦しいですね。メンツがありません。こういう時のためにね、ポン材が多いっていうのもありますからね。さあ秋はリャンマンを重なってどうするか。秋さん3ピンポンしなかったのか。そうです、3ピンポンせず振り手の3面ちゃん固定しましたね。まあやっぱり久里さんが親なのが大きいんですよね。あのラス目が親ということで、はい、まあ4戦ほど一発積もらえてもいい状況だから、頑張って自分で上がりに行って手配狭くする必要はないというのが最初からずっとありましたね。さあ目いっぱい持つか、一つシャンパンを着物残すかどうか。おチーマン切り、もうあれですね、闇天ケアですね。久保さんが赤ウーマン切ってるのもあって、はい、ちょっとここら辺で久保さんの高い闇天とかもし当たったら自分の手がねそんなに価値ないから、はい、ちょっとシャレにならないと。6球盤が薄すぎるんですよね。そうです、すでに6番がかなり切られてる。そうでしたね、4枚見えてましたかね、自身の手から6球盤受けが。はい、さあこれでタンヤにも動きが取れる形ですね。秋さあ天杯リーチに来ました。田辺シャート3万のシャンポン待ち、シャーが1枚、そして3万が、3万は秋ともちもちですね、山にありません。シャーが1枚あります。いやというか久里さん、おあ天杯、これは天杯だ。現物のリアウンソン待ち、久里さん泣ける牌すら全く出てないんですね。嘘はどうだ、危ないか、チュン。もうというか久保さん、そうですね、リャンソーを捕まっちゃいましたから、はい、もうレンチャンは絶望的ですね、少なくとも。さあ一つ今止まっている、現物がないか。パーマンはチーマンがワンチャンスですか、4枚見えてますか。チーマン3枚見えですね、ワンチャンスの牌でしたね、うん、ただピン、あウーソーが出て秋の上がり、タンヤをピンフ2000点の上がり。この嘘はリーチの渡辺の現物でした。いや久里さん苦しかったですね。もう形式転敗取りに行く牌すら泣けないっていうしたね、状況でした。全く手牌が進まず結果先手の宝珠となってしまいました。さあ55回戦オーラスドラワリアンマン、こちら一つの手牌はチューンが解いててピンズが多いか。一打9万、そしてトップ目秋卒で一目つ完成。さあバカゼの難が解いてた渡辺、そしてソーズで一面使完成、ドラのリアンマンもあります。久里今回は手配がいいか。久里さんとしてはマンガンクラスで3着、はい、そうですね、はい、3着目とは7000点差、うん、ただ2着まで羽マンツモでも届かないので、まあもう3着狙いという感じですね。マンガンは見えそうですね、はい。さあピンズを引いてカンチーマンを払っていきます。はい、一通あるいは本一のルートは残したいですね。トップ目の秋、形は整っているか。さあ渡辺としては2着までとは11200点差、マンガンツモで変わりますが、もちろん狙っていきますかね、こちらの手牌、うん、ドラのリャンマンが引きたいですね。そうですね、ドラを引けばマンガンツモ見えるけど、ちょっととね、ドラ引いて何引いてみたいな感じなんで、はい、もう何本の妥協ルートも全然ありますね。さあ赤馬も引いた木、おっとこれは自家勢のシャア、どうするか。ヤクヤクトイトイちょっと遠いけど一応ある。さあ E ピンが出てポンしたのは一つ、ピンズに向かっていきます。現状チュンのポン点もかかる形、チュンポンは天杯取るかな、リャンパーピン1500ですね、まあ、一旦上がれば、はい、渡辺さんのマンガンツも消えるかな、3万200点になって消えますね。なんでまあ取りそうですね、チュンポンしたら天杯。いやでもどうだろうな、まあでも取るか。さっさとイーシャンテン、ちょっと一つ井さんのリーパイがなんかチーソー統一落としを考えているようないっぱい見えますね。でしたね、チーソーを分けておいて、うん、これはチュンポの時に落とすのか、あるいはパーピンチーで落とすのかって感じですね。パーピンチー落とすが結構有力っぽい気はしますけど、こちらですね、
さあパピン引いた。もう自力はなおさらですね。テンパイは取らずピンズの本質に向かいました。一つい赤い地あるのか。さあ渡辺ですね、こう赤ウピンを引いて漫画も見えるか。さあイーシャン、さあリャンピンが出てチーテン取りましたね。ちょっと薄いスッチーピンですけど、まあいいでしょうと、はい、スッチーピンのテンパイ。さあスッチーピンはすでに場に3枚切れて手配には、あこれどうだ、チーピン危ないですか。危ないですね。しかもだって一つ井さんチーピン全順泣いてない、仕掛けてないですからね。はい、さあウマアンコイーシャンテンの形を、お赤ウソを切って目いっぱい取りました。チュンアンコウッパーピン、いやこれが一番やりたかったんですよ。ウッパーピンにしたいから、まあ、チュンポンとかしようって思ってたと思うんですけど、はい、自力で引いたことでテンパネもするのでこれはかなり嬉しいですね。さあウッパーピンはどうだ、ウーピンが1枚、あウーピン1つい流り、チュン本一7700流り、んこれは一つ井さんの仕掛けがうまくいきましたね。まあ、久人さんとしては、はい、やっぱこのルールって順位点あの4着3着2着それぞれ2万点ずつの差があるので、はい、4着から4着の補充ってもうそんなに痛くないんですよ、はい、自分が3着になれた可能性がある以上、はい、なんでまあこれは致し方なしという状況ですね。さあ何4局連チャンになってドラはパーピン。さあ一つ意としてはこの上がりでもうあとはトップを狙うだけといったところでしょうか。ドラのパーピンを引いた形は十分ドラは変わります。さあ秋としては一刻も早く終わらせたいか。そして渡辺もどうですか、もうさすがに上とも下ともかなり離れましたよね。はい、もう終わらせていい状況ですけど、終わらせに行ってうっかり親に報酬があまりにも痛すぎるので、はい、あの安全度があれば上がりに行くっていう感じですね。そして久人はどうですか。久人さんも同じ状況なんですよ、はい、まあ、羽満つもとか満眼直撃でさあの一着順アップするんでそれは狙いたいんですけど、はい、その渡辺さんと久保さんがそんなに頑張らなくてもいい状況、なんか頑張って1000点上がりに行くみたいな状況じゃないんで、秋さんとしてはこれ自分で決めに行かなきゃなって今思ってると思います。となると一つにかなり有利ですね。有利です。はい、他2人がいやいや上がりに消極的っていったところでしょうか。はい、その一つに手、はい、ドラが、あーパーピンも引いてドラ4、うーん仕掛け、どっから仕掛けるかな。まあウーピンチーはしたいですかね。一つの手ですね、こちらの手です。それ以外はまだ動きたくないような気持ちもある。まあここでイーピン切ってタンヤを、はい、はい、まあパーワン9番がどっちも2枚切れということでパーワン切るっていう選択肢もありましたが、はい、まあ、リャンピン1枚切れなことによってリャンピン引きからのリャンウーピンでしかもウッパーピン受けもあるからちょっと枚数の薄い二度受けが作られてしまうということで、リャンピン引きの時にイーピンがある価値もそんなに高くないということでパワー1残しました。さあ秋も苦しいですね。となると親の一つ圧倒的リードか。渡辺もややスリムに受けながらの進行、うん、やっぱり渡辺さんとしてはそうですね。あの今リャンマン3番のその椅子がフリテン受けということもあって、はい、まあ、そんなに頑張らなくていいかというような進行ですね。3ピンで止まってチューン。さあ関数マンが入ってイーシャンテン、ポンテンはどうですか久人。ポンテン取りますね、羽間見えないですからね、もう終わらせようと、はい、で秋さん今結構考えてて、はい、久人さん結構手なりで言ってくれてるから、はい、これ自分頑張らなくても久人さん上がってくれるかもって今考えてます。こちらの久人の捨て牌を見て、はい、これが渡辺さんも久人さんもやる気なさそうだったら、はい、もうがむしゃらに自分が頑張るっていう選択が有力になってくるんですけど、はい、あ、久人さんやってくれるんだ、じゃあ自分頑張らなくてもいいかもってなってますね。さあソーズでメンツが完成した渡辺。さあイーシャンテン久人、そしてドラが4枚ある一つ、でも泣けないですね全然。他の形は苦しいですね。泣ける範囲も神茶から切られない。しかも3層2枚切れになったことで嘘が出てポンだ。イーシャンテン、まあ、イーシャンテンになればちょっと気持ちは楽になりますね。3層2枚切れとはいえテンパイまではいけそう。
さんはもうポンテンケアに入りそうですね。自分の手が上がれそうにないということで、はい、テンパイ入るか一つ、いいそしてアキも現物のトーン、さあイーシャンテン佐藤はどうだ、入ったリーチに来ました。初とキューピンのシャンポン待ちを、キューピン2枚切りですがリーチに来ましたよ。はいはい、ここはもう打点ということでしょうか。あのリーズも初裏さんで羽マンでトップになるんで、なるほど、ごめんなさい3着になるので、はい、あのリーチの価値は十分にありますね。さあテンパイだ、換算層現物だ、リーチの山に1枚、いやでも久里さん白が4枚切れになった、これであ裏さんの可能性なくなりましたね。まあ、直撃裏裏しかもうないですね。さあさらに赤ピン引いてタンヤをドラ4、打点は変わらずですがん、ドラ5じゃないですか、ドラ3と赤が、あ赤ありました、はい、インパチになりました、1万8000になりましたね。換算層現物山に1枚あります。いやこの1枚引いたらもう逆転どころか大差つけますからね。しかし久里の上がり牌の初も2枚ありますね。どうだ、どっちがいる、小さそう、さあどっちがいる、3万一つ、井さんはもうつもばんないないですね。さ初が1枚こちらに来た、リーズも背底初うらうら、ハネマン、あでもパーピンない、ダメだ、うらうらがない、どうだ、いない、流局になりました。親の一つ井、そして久里の2人転廃で流局。まあ、一つ井さんドラゴンもちろん上がりたかったですけど、はい、まあ、これであのアキさんとの差は詰まったので、もうこれでねあの一上がりで逆転できるぐらいの位置まで行きましたね。さあ南洋局に本場ドラは数層、ストロベリーのネクタイが輝いている一つ井、ドラの3層引いてきましたね。第1の、さあペーガーアンコ、もうこれは自力ですね、圧倒的に本店がかかる立ちですね、はい、好きイーシャンテンです。さあ一つ言は前進か、さあ秋どうだ、イーシャンテン何の行方がどうなるか、何は残り山に2枚、秋さんパーピン残す手もありましたね、ピンズの伸びを見て、ね、はい、まあイワンイワン切ってから何本でもペイのあんこがある分十分対応できるので、例えば6球層のチーテンとかはどうですか、取る全然ありますよ、まあ、特に老僧は泣きやすいですよね、役は限定されない分、いやちょっと痛い、ちょっと痛いですねこれ、三面茶の形、うん、さあ渡辺も四五の三色が見えるか、形は整ってますね。急走があんこ一つい、赤ウマンつもぎり、さあ久里はどうだ、こちらもイシャ、リャンシャンテンですね。さあ嘘が重なってトン、さあ秋をテンパイが入らない、これ渡辺さん、はい、この曲あれですね、バイマンツも2着がちょっとありますね、リーズもピンフ3色ドラドラ裏みたいな、はい、だから結構しごろになれば頑張れるみたいな手ですね。ドラの数層もつもぎる秋、さあ数層が引いた関数層イーシャンテン、形はいいけどウーワンが2枚切れ、ちょっと変化が欲しい、マンズの形ですね、はい、苦しいか。さあウーマンは残り、あないですね、ウーマン山にない、この形カウマンは山にありません。変化ができるか一つ、イーマンアンコの転廃、まあ、これはリーチですね、リーチに来ました、6球層待ちでリーチ、さあ6球層ですが球層が1枚、そして老層2枚、3枚山です。渡辺さん羽満補充しても、はい、ラスにならないか今かあれ数えてます、1万2600点減ってもラスになりません、ギリギリなんで、うっかり秋さんに、まあ、倍満とかなかなかね発生しえないんで、はい、あのちょっとここ頑張ってもいいなっていう判断してます、その倍満積もねちょっとある分、あでもここはリャンマンでした、筋のリャンマン、さあテンパイカウマンでリーチに行くか、闇天
闇点ですね。これ非常に難しい選択でしたね。はい、まあ2枚切れだからね。渡辺さん、秋さんは持ってなさそうなんですけど、はい、久渡さんに関しては持ってるかどうかわからないという状況なんで、ちょっとやっぱり位置行きづらいですね。さあダブナンですね。秋のダブナンどうするか一つ。まあ切るは切るんですけど、リーチ考えてますね。リーチに来ました。カンウーマンでリーチ、しかしウーマンは山にはない。まあ、これリーチ踏み切った理由として、はい、ヤンワンが3枚切れになったのが大きいですね。嬉しい変化がもうチーワン引きしかなくなってしまったと、はいはい、まあ、ちょっとパーワン引きとかってなってしまったら、もうこれリーチした方がまだマシという判断です。どっちがマシか、マシかみたいな判断ですね。さあ一つ A の星カウマンは山にありません。そして秋の6球層は残り山に3枚、しかし球層を一つ A が持ってくれば安感できますね。びっくりした、6球層かと思いましたね。さあ白の統一に手をかけた。イーシャンテンではありますが現物一品、秋積もれるか。いない、まあ、圧倒的優勢ですからね。なんせ相手はゼロですから。さあ球層がなくなった。残り両層山に2枚。まあ、渡辺さんとしてはね、親に宝珠だけは何としても避けなきゃいけないんで、はい、もう降りですね。さあ秋いるか。いない。残り2枚のローソー。さあ久渡は現物がもうないか。パーピン、筋のパーピンですね。秋には現物、そして一つには筋。さあ渡辺もこれで手詰まりか。スーピンは現物ですね。まあ、スーピンも今通ってますね。打つ順番を考えてたんでしょうか。さあ6球その行方はどうだ。いない。ローソー積もった。秋の積も上がり、リーチ積も赤1、裏も乗って2004戦の日本版2204200の積も上がり。最後に漫画を積もって秋50回戦トップをキープです。さあ55回戦終了しまして、トップから二階堂秋、2着に一つ深夜、3着に渡辺英吾、4着に佐々木里、以上の並びで55回戦が終了いたしました。この後は第56回戦です。